第11章、破壊される家族。新規なものが続々と目の前に現れてきているが、一旦堰を切って流れ出すと、それは大洪水となって大学や研究所から工場やオフィスへ流れ、消費市場やマスメディアから社会の中のさまざまな関係へと流れ、共同社会から個々の家庭へと広がることになる。その洪水はさらに我々の私生活の中に深く浸透し、家族というものに対してこれまで全く例のないような苦痛を与えることになるだろう。家庭はこれまで社会の巨大な干渉体と呼ばれてきた。家庭は世間と戦っている人が傷つき疲れ切って帰ってくる場所であり、ますます目まぐるしくなっていく環境の中での唯一の憩いの場であった。しかしこの干渉体も超産業化革命が進展するにつれて、自らが引き起こす衝撃に揺さぶられることとなる。社会評論家たちは今日家庭というものについて言いたい放題のことを言っている感がある。例えば来たるべき世界変貌の著者フェルジナンド・ランドバーグは、家庭は今や完全消滅の一歩手前にあるとしており、精神分析家のウィリアム・ウルフによると、赤ん坊を最初の 1,2 年養育する機能を除けば家庭は死んでいるに等しい。家庭がやれることは将来それぐらいが関の山だというわけだ。こうして悲観論者と言われる人たちは、家庭が急速に忘れ去られつつあるということを教えてくれるが、さて家庭に代わって何が出てくるかということになると、ほとんど意見を述べてくれる人がいない。これとは反対に、家庭の将来について楽観的な意見を持っている人たちは、家庭はこれまでずっと存在してきたのだから、これから先も存在し続けるに違いないと言い切る。家族は実にその黄金時代に入ったのだとする人すらいる。余暇が多くなるにつれて、家庭では一緒に過ごす時間が増えてくる。そうなると家族が一緒になっていろいろなことをすることも多くなるから、それだけ満足感も大きくなるというのである。一緒に楽しむ家庭は長続きするということになる。もっとうがった見方をする人は、これからの世の中の動きが激しくなるから、人々はそのために家庭の中に深く潜り込むことになるというのだ。アルバート・アインシュタイン医科大学の精神科教授アーウィン・ M ・グリーンバーグ博士は、人々は安定した支えが欲しいので結婚するようになると言っている。この見方によると、家庭は持ち運びの効く重しとなって、変化の嵐に吹き飛ばされないように人間を地面につなぎ止めていてくれるものなのである。要するに、世の中の環境が絶えず移り変わり、新規なものが増えれば増えるほど家庭はますます重要なものとなるというのだ。しかし、おそらくこうした見方は両方とも間違っているだろう。なぜならば、将来は今考えられるよりずっと自由に振る舞える世の中になるからだ。家庭は消え去ってしまうこともなければ、新しい黄金時代に入ることもあるまい。それより、家庭は一度ひどく破壊された後、現在のものとは違った新しいものとして再登場する、そういった可能性の方が大きいのだが、とことになるだろう。母性の神秘、もしこれから先数十年の間に家庭に一大打撃を与えて、これを覆す力があるとすれば、その中で一番はっきりしているのは、人間誕生の分野における科学技術の影響である。自分の子供の性別を前もって決めたり、知能指数や容姿、個性などを生まれる前にプログラムしたりすることは、今や現実的にできるのだと思わなければならない段階に来ている。受精卵の人工挿入、試験管ベイビー、2人
双子でも三つ子でも好きなように産める飲み薬、受精卵を好きな時に行って買えるベビーセンター、こういったことは全てこれまでの人間の経験からはあまりにもかけ離れているため、社会学者や世間一般の哲学者の目ではなく詩人や画家の目で未来を見る必要がある。こうしたことを論ずるのはどちらかといえば学者らしくないことであるとか軽薄だとか見なされている。しかし科学と技術の発達、それどころか生殖生物学の発達だけでも近い将来において家庭並びにその責任に対するこれまでの考えを打ち砕いてしまうことができるのである。赤ん坊が研究室の試験管の中で育てられるようになったら母性という考えそのものはどうなるのだろうか。人間がこの世に生まれ出て以来、女性の最大の使命は種族を増やし育てることと教えられてきたものだが、しかし社会がそれほど変わるとその女性のイメージはどういうことになるのだろうか。こうした疑問に関心を持ち始めている社会科学者はまだほとんどいない。その数少ない中にニューヨークポリクリニック病院の神経精神病科部長の精神病医ハイマン・G・ワイゼン博士がいるが、彼は妊娠し子供を産むということは大多数の女性の持つ一つの大きな想像への欲求を満たしてくれるものである。大多数の女性は子供を産めることを誇りに思っている。子供を身ごもった女性に対しては用の東西を問わず芸術文学の中でも特別な称賛の言葉が寄せられていると言っている。ところがもし生まれてくる子供が文字通りその母親のものではなく別の女性の優生学的に優れた卵子が彼女の体内に植え付けられたものであったり、あるいは培養皿の中で育てられたりしたものとなったりしたら母性崇拝の精神はどうなるであろうかとワイゼン博士は疑問を投げかけている。それでも女性の重要さが認められるとしたら、それはもはや女性だけが子供を産めるという理由によるものではなくなるだろうと博士は言っている。少なくとも今我々は母性の神秘を葬り去ろうとしているのだ。もし実際に受精卵を変えるようになったら親という言葉には生物学的な意味はなくなり法律的なものになる。そのような取引は厳重に管理されないと受精卵を買ってそれを試験管の中で育て、それからまるで信託基金でも積み立てるように最初の子供の名義で別の受精卵を買うというようなグロテスクなことにもなりかねない。そうなるとこのような夫婦は最初の子供が幼児の息を脱するか脱しないうちに法的には祖父母となるだろうか。身内の関係を表すために全く新しい言葉が必要となるようである。さらにもし受精卵が売りに出されるようになったら会社でもそれを一つ買ってみようかということになるかもしれない。もし1万個買えるとしたらどうなるだろう。またそれを再度売りに出すとどういうことになるだろうか。会社が行けないというのなら非営利経営の研究所はどうだろうか。生命のある受精卵を売買するということは新しい形式の奴隷制度の復活を意味することになるのだろうか。こうした悪夢的な疑問に答えるべくみんなで本気に議論しなければならぬ時がもう間もなく来るとすれば、既成概念で家庭の在り方を考えることは全く理屈に合わないことになる。超産業化社会の人間は急速な社会変化と科学革命がもたらす驚くべき影響のもとでは、いや応でも今までと違った新しい形態の家族を試してみなければなるまい。まず先取りの新種の規制に富んだ数人の人があれこれと変化の多い新しい家族計画を立ててみることになるだろう。しかし彼らにしても手始めとしては既存の家族形態を少しずつ変えていくことから始めるだろう。流線型家庭、
彼らがまず手をつける簡単な試みは、家族の構成をすっきりと流線化してしまうことである。前産業時代の典型的な家族には、子供が大勢いたばかりか、祖父母、おじ、おば、いとこなどの系類も多数あった。このような大所帯は、世の中がゆっくりしていた農耕社会には適していたが、よそへ移したり移ったりすることは大変な仕事であった。つまりそれには機動性がなかったのだ。産業化社会の時代になると、多くの労働者たちは仕事を求めて、いつでも住む場所を変えられるように常に準備を整えておかなければならなくなった。そして必要な時は何度も引っ越した。かくて昔の大所帯は、重荷となる系類を徐々に切り捨てて、いわゆる核家族が出現した。この核家族は、両親と少数の子供だけの最も身軽な最小単位で、移動も極めて簡単である。この新形式の家族は、従来の大所帯よりはずっと機動性に富んでおり、それは世界のあらゆる産業国で家族の標準形式となった。しかし、経済や科学技術が発展する次の段階である超産業主義時代に入ると、家族は今まで以上の機動性を必要とする。かくて未来の人の多くが、家族を最も身軽にしておくために子供を作らず、家族を基本的構成の最小限のままにしておくために、一人の男と一人の女にとどめておくことも考えられる。お互いに仕事もよく釣り合った二人だけならば、教育や社会的障害にあってもうまく切り抜けることができるだろうし、職場を変えたり引っ越しをしたりするのも簡単である。で、このような二人の家族は、従来の子供に振り回されている家族よりもうまくいくに違いない。事実、人類学者マーガレット・ミールは、未来の社会は、親が子どもの養育を重要な仕事とする家庭は少数な場合だけに限られる、それ以外の人々は、歴史が始まって以来初めて個人として自由に行動することができるようになるだろうと言っている。子どもを全く作らないということに対する妥協策として、子どもを作る時期を遅らせることになるかもしれない。今日の夫婦は仕事第一主義でいくか、それとも子供を産んで育てることを第一にすべきかの決定ができずに悩むことが多いが、将来は多くの夫婦が退職引退後まで子供を産み育てるという問題を延期するため、この悩みを持たなくて済むことになる。これは今日の人々にはキーに聞こえるかもしれないが、一旦子供を育てることに生物学的意味合いがなくなると、若いうちに子供を作ることは単にこれまでの習慣がそうだったからということ以外の理由がなくなる。自分が仕事から引退するのを待って、それから受精卵を買っても良いではないか。そうすれば、若い人や中年の夫婦には子供のない人が多くなり、60を過ぎた人が幼児を育てるということが一般的になってくる。引退後作る家庭は社会的に有意義なものになるだろう。産みの親と育て専門の親。しかし、もし少数の家族だけが子供を育てるとしたら、育てられる子供たちは自分が産んだ子供でないといけない理由があるだろうか。育児専門業とでもいうような、他人の子供を養育する役割を果たすようなシステムを作ってもいいではないか。なかんずく子供を育てる技術は世の中の親たちに全て備わっているわけではない。脳外科の手術を誰にでも頼む人はいないし、その限りでは株式や公社債を売る場合も同じである。公務員になるにも、たとえ下級の地位に就く場合でも能力テストをパスしなければならないのだ。ところが、人間の子供を育てることとなると、その子供が生物学的にその親から生まれたものでありさえすれば、その親の精神状態や道徳的資格を問いただすことなく、ほとんど誰にでもやらせる始末である。
子供を育てる仕事がますます複雑になっているというのに、それは依然としてアマチュアである親たちが勝手放題にやれる分野となっている。今や現在の体制にひびが入り、超産業化革命が我々の上にのしかかってきている。青少年犯罪はますます増加し、何万何十万という青少年が家を飛び出し、そしてまた科学技術の発達したあらゆる社会の大学では学生が紛争を巻き起こしている。このような社会情勢になってくると、道楽半分の親たちの態度に強い批判の声が上がってくることになる。青少年問題の解決にはより良い方法がいろいろとあるだろうが、しかし子どもの養育を専門の職業とするという提案は一向の価値があろう。少なくともこれは今やあらゆる分野で盛んに行われている専門家傾向と軌を一にした考え方である。その上、人々はこのような社会改革を切に望んでいるのだ。今でも何百万という子を持つ親たちが機会さえ与えられれば、喜んで親としての責任を放棄するであろう。しかもこれは必ずしも彼らが無責任だからとか、愛情に欠けた親であるからということでもない。神経をすり減らし、気の狂いそうな生活の中で追い詰められたような気持ちにさせられた挙句、自分は親としての自信を失ってしまった。そのように考えるに至ったのだ。もしこうした今日の生みの親に経済的な余裕があり、また子どもの養育を専門とする免状を持ったプロの親がいれば、喜んで自分の子供をその専門家の手に託すだろう。しかもそれは子供が嫌だからそうするのではなくて、愛情の発露としての行為であると考えられるようになる。プロの親という存在は医者のようなものではなくて、子供を養育することを仕事とし、その仕事から得る相当の報酬で生活する本物の家族である。そのような家族にはわざといろいろな世代の人が揃えてあって、そこで育つ子供は昔の大農家で育てられた子供のように、同じ家に住むいろいろな大人を観察してさまざまなことが学べるようにしてある。講習を受けてプロの親となっているわけであるから、仕事のために転々と引っ越しをする面倒もない。そうした家庭では以前からいた子供たちが卒業すると新しい子供を入れるから、この家では年齢によるギャップは最小限に保たれることになる。かくて未来の新聞には若い夫婦向けのこんな広告が出ることもあるかもしれない。親の義務に拘束されることはない。あなたの子供を責任感の強い立派な大人に育てます。東方 A クラスの専門養育家庭、父親39歳、母親36歳、祖母67歳、パートタイムの仕事を持つ同居の叔父叔母両者とも30歳、養育4児のグループに1児の空きあり、6歳から8歳の児童を希望する。食事は政府規定食を上回る良質食支給。当方のすべての大人は育児法並びに養育家庭運営免状を所有。生みの親の面会訪問を許す。電話連絡か、夏休みは生みの親と過ごすもか。宗教、芸術、音楽の教育については特別相談に応ず。最低5年の契約。詳細は直接連絡されたし。本当の親、あるいはこの広告にある生みの親は、今日の名付け親、つまり親しみやすくて必要な時には援助の手を差し伸べてくれる役に立つ、よその人というような存在になるだろう。こうして社会全般から言えば、いろいろと遺伝的に違った子供が生まれ、その世話は子供を育てることに必要な知性と感情を兼ね備えた父母のグループに任せていくことになるのである。
集団家族と同性愛者の父親。これと全く異なった考え方に集団生活を営む家族というものがある。物事がどんどん移り変わっていく社会となると、孤独感や疎外感が強まっていき、その結果集団結婚をいろいろな形で試してみる人が多くなってくるだろう。数人の大人と子どもたちを一緒にして一つの家族を作ると、それは孤独に対する一種の保険みたいなものが出来上がる。たとえその家族の一人か二人がいなくなっても、後に残った者同士は一緒に過ごすことができる。この方面のことに詳しい人によれば、こうした集団家族は大っぴらなものからこっそり暮らしているものまで入れると、すでにアメリカ全土で数百家族あるという。こうした集団家族は決してその全部が若い人たちやヒッピーからなっているものではないのである。そのうちのいくつかは特定の目的を持って組織されている。アメリカ東岸の3つの大学から目立たぬように財政援助を受けているグループがあるが、これなどは大学の新入生が早く大学生活に慣れるように指導するカウンセラーの役割を果たしている。こうしたグループの目標には、社会的なもの、宗教的なもの、政治的なもの、レクリエーション的なものといろいろあっても良いわけだから、カリフォルニアや南フランスの浜辺には今はなくても、近い将来一家揃って波乗りを楽しむ集団家族を見かけることになるだろう。政治的理念や宗教的信仰を共にする集団家族も現れてくると思う。デンマークでは集団結婚を合法化する法案が議会に提出されている。この法案の成立はすぐとはいくまいが、しかしこういった法案が議会に出されたというその事実が極めて重要な変化のシンボルなのである。